おはよう。待たせちゃったかしらそれとも、さっきちょうど来たってところだった今日は私のお願いを聞いてくれてありがとうね。ここには何回か来ているのだけど、あなたとも巡ってみたくて。どうあの音質。ここから見えるだけでも結構大きいでしょすごいのよ。 あの中にはね、暖かい地域でしか生きられない子がたくさんいてね。バナナやレモンの木に、ハイビスカスに、それにサポジラの木。その木の樹液はね、ガムの原料になってるの。うっと、ここで話してもしょうがないわよね。でも、本当にすごいのよ。あなたと一緒に見て回ったらきっと楽しいんだろうな。 さあさっそく行きましょう <laughs> はあいいわねこの香りそれにこの温かさ月並みな感想になっちゃうのだけれど南の国に来たみたいね <laughs> あったあった。ほら見てあの大きい木。あの葉っぱの形、見覚えがない大きくしなっていて繊維の目がここからでもはっきり見えちゃうわねあれがバナナの木よ正確にはバナナの草なのだけどね実はあの幹の部分はね あの葉っぱが何枚も重なり合ってああなってるのよ。よーく見ると、幹の部分に葉っぱの模様があるのよ。面白いでしょう。<laughs> あ、ハイビスカス。綺麗ね。あ、そうそう。 意外に思えるかもなのだけど、ハイビスカスには香りがほとんどないの。少なくとも、ここに咲いているハイビスカスは香りがない品種がほとんどかしら。でも、ハイビスカスにはすごくたくさんの種類があってね。もしかしたらその中に香りのするのもあるかもしれないわね。もしあったら、私のところにもお招きしてみたいわね。 みんな喜んでくれるかしら <laughs> ちなみにね、今こうして綺麗な笑顔を見せてくれているハイビスカスだけど、こうして花びらが開くのはすごく短いの。一日花なって言ってね、朝顔なんかもそうなのだけれど、朝に花びらが咲いて、その日の夜にしぼんじゃうの。 最近は品種改良のおかげで長い時間咲いていられるハイビスカスもあるのだけどね。あ、でもね、その代わり、ハイビスカスって結構長い間楽しめるお花なのよ。夏のお花だって思っちゃうかもだけど、実は春から秋まで長く楽しめるの。それに病気にも強いから初心者の人にもおすすめなの。 よかったら一株っていけないわね、私ったら。お花の話をしちゃったからなのかしら。花屋の癖が。ごめんなさい。あでも、おすすめなの。よかったら今度一緒に育ててみるその時は任せてね。いろいろと教えてあげるわよ。<laughs> そういえばそろそろ歩き疲れてきたりはしないかしら実はこの植物園にはね足湯があるのこうして見て回った後はいつも入っていってるのねどう行かない <laughs> ありがとうそれじゃあ行きましょうか。 ここよ。ちょっと待っててね。今タオルを買ってくるわ。お待たせ。はい、これ。準備万端ね。それじゃあ、入りましょうか。あー気持ちいいわね。足からじわじわ 温かさが昇ってきてポカポカしてくるわねそれに今日はあなたもいるからだからこうして <laughs> あなたの足にくっついてみたりもできちゃう足湯っていいわよね温泉だと男湯と女湯に別かれちゃうものあでも婚約だと一緒に入れるわね それか、おうちのお風呂だったら、誰の目もないから。ふふふ、なんてね。その、ところでなのだけど、私の足って、変じゃないかしら。やっぱりこうしてみると、あなたの足とは、全然色も違うもの。 一人だとそんなに気にならなかったのだけど、あなたの足と見比べたら、その、不安になっちゃって。その、こんな私だけど、大丈夫かしら。薄 <laughs> 々うすうすわかってはいたのだけど、あなたがなんて答えるかって。 でも、ありがとう。それと、ごめんなさい。こんな私でも、だなんて言っちゃって。一緒にいてくれるあなたに失礼なことを言っちゃったわね。そうよね。あなたがいてくれるのだもの。それだけで嬉しいわ。ありがとうね。 そろそろ上がりましょうか。これ以上入ってたら足がふやけちゃいそうですもの。さてと、次はどうする温室の他にもまだたくさんあなたに案内したいところがあるの。あ、あそこに園内の地図があるわね。見に行きましょうか。 <laughs> 楽しみね。